はい、こんにちは、ビッグボーイです。前回なんで P90 手に入れたのにあんなところで死んだんだという感じで終わりましたが、終わってしまって結構絶望感に浸っておりましたが、また装備を固めて帰ってきたということで、副音声も今日はなぜかいます。ビッグママです。ね、別にマイクラにね、副音声はあんまり必要ないんだけど。必要だろう、やっぱなろう。さあ、今どこにいるのかというと、今こちらにいます。あれちょっと待って。この地図ね、本当に。よし、前いたのはこの地図の真ん中のちょうど右あたりのあの、真ん中の右あたりのあの島にある、多分空港だったのかな。そこにいて、まあ見事死んだわけですが、まあ、今この分かんないんだけど、指を指して説明したわけでいや、ちゃんと編集でね、どこどこってやってくんだけど、まあ、大体ね、あのリスポーンするあたりが大体マップの中心から下左あたりであったんですが、このマップをよく見たところ、なんか海のところになんかあるじゃねえかということで、泳いできたところ、こんな船があって、その船だけで今、こんくらい装備が潤いました。ということで、今回、とりあえず、実は動画外でやってた時に、このマップのちょうど中心から真ん中の上のところの、ちょっとマグマで赤っぽくなってる、この岩でゴツゴツしていそうなエリアに、なんとか生き残っていったんですが、ダイヤモンドの敵が、ダイヤモンドのプレイヤーが唐突に出てきて、ボッコボコにされました。ということで、とりあえず、もしかしたらここにダイヤモンドの装備があるんじゃねえかということで、ここを目指して行こうじゃねえかと、いうわけですよ。なんだろ？はい。で、今回、新たなアイテムを手に入れました。これ多分、気球だよね。とりあえず、ボート手に入れたから、ボートにも行けるんだけど、ちょっと、これちょっと使ってみよう。どうやって使うの？使い方が分かんないということで。じゃあ。魚うまい。最後にアイテムを回収して。ちなみに分かんないビッグママのために説明をすると、まずね、これ。A もあるよ。前回その AA を使って自信ままに敵を倒しに行こうとしたら、もう自分も位置も知ってるのに死んだ。ダサいでしょ？ということで、このボーンっていうのはね、足首をくじくことがあるからね、それを直すことができるアイテムで、こっちはね、止血剤、バンテージ。で、まああとまあ、これはね、バーベットワイヤーというのがあるんだけどね、特定のところに置くことができて、敵の侵入を防ぐことができる。そして敵が引っかかるとダメージを受けてしまうっていう結構いいものなんだけど、このハサミを手に入れると切ることができる。というわけなんですよ。まあ、あとはそんな感じで。まあ、あとこれね、コカ・コーラでしょ、アイコンは。だけどね、名前はペプシーって書いてあるんだよね。本当だ。まあ、そんくらいで、この、緑のゲージがね、喉の渇き度を表していてね、これ例えばね、今ちょっと減っててね、ペプシーを飲むと、回復すると。そういう、この数字はね、300回カウントから始まって、この300カウントが0になると、全フィールドのチェストの中身がリセットされるっていう、あれなんですよ。あとは他のマインクラフトと、特に変わらないっていうことで。真っ暗じゃん。よいしょ。あ、船構えるの忘れた。あ、ちょっと待って。これ、船に気球つけるのかな？これもしかして。違うよね。は、違うね。ちょっと使い方がわかんないということで、多分相当レアなアイテムなんじゃないかな。気のせいな。気のせいか。うん。とりあえず、そんなすぐ死んでしまってもね、ネタに死ねな、ならないんだよね。だとりあえずこの、マグマがあったこのゾーンを目指していきたいと思います。じゃあちょっとカットで。もうこの辺で降りるか、じゃあ。ここ歩いて。絶対いると思う。みんな、敵。
それいいんだよ。ちなみにこれね、敵がね、プレイヤーのことだ。そうそうそう。うん、もしもね、プレイヤー目の前にいてね、途中抜けとかしたらね、それね、ちゃんとね、リセットされるよ。あ、はい、お疲れ。はい、というわけで、運転ミスしちゃうと。さあ、それでは、行こう。とりあえずコンパスは問題ないと。このなんか建物気になるから、ちょっと、寄り道して。言いますよね、これはね。やった、聞いて死んで、今日の動画終わりみたいな。いやいやいや、それはね、そんなフラグ詞をね、死亡フラグ詞を漂わせてもね、もう大丈夫。本当だね。本当だ。本当だ。とりあえず。死んだら明日ピザだ。ピザか。ピザ。どうする？行った方がいいと思う？はい、いいえ、どっち？はい、行く行く。行きます、行きます。男は行かなきゃいけないんだよ。おう、カット。あ、これ入り口どこだろう？入り口、入り口、下口です。クソギャグ。ここから入れん。ここから入れん。こういうところ面白いな。なんかリムやってるみたい。マインクラフトはね、もうほんとね。能力と技術があれば何でもできる。FPS って面白くないよね。なんで FPS って。これ入り口じゃないだろ、どう見ても。FPS ってやっぱ面白くないよね。これ入り口じゃないだろ。ほっ。いけそうじゃん、ほんと。いけそう、いけそう。あ、いけるね、いけた。入り口だよ。はい。謎の。気をつけろ、気をつけろ、いるぞ。いや、まだコンパス、いや、コンパス回ってる、大丈夫、大丈夫。はい、さあさあ。ん？こっちの方が強い。ボーンはいただいておいて。あ？あ、大丈夫。で、コンパス、ちょっとお前、コンパスに目を光らせておいて。やだよ、なんで。さあ、アイテムね、物色。多分ね、アイテムのレア度は船のところと同じかな。なんかね、もうちょっとね、今持ってる武器はこんな風に、ランク3とか、2とか、3とかなんだけど、やっぱりね、ランク4っていう武器があるんですよ。結構前に AK を手に入れたんだけど、その AK がランク4の強武器だったんだけど、死んだんですね。ダサ。例えばもうちょっとアイテムを物色していきたいな、ということで、スナイパーバレット。これはスナイパーの弾。ボートもらっとこう、ヨギ。ボートヨギゲット。さあ、ペプシを飲むと。俺は炭酸が嫌いだ。さあ。あれ？今のなんて言うんだっけ、あれ。なんだっけ、メイキングじゃねえよ。なんて言うんだっけ。メイキング？メイキングじゃねえや。なんて言うんだっけ、今のアイテム。装飾物違うな。なんだっけ。まあいいや。とりあえず敵はいないと。と、今、ゾンビがいたね。あれ、ゾンビ？とりあえず、アルマ2デイズと同じように、ゾンビは湧く。よし。おう。これ、気球、これ、どうやって使うんだろう？知らねえ。だって、別に日本人に優しいサーバーではないよ。ハーフィーシャルだから、いいや。それは、チャイナ語だな。イタリア語だ。イタリア語じゃないの。なんかこれ奥地になんかダイヤモンド装備がありそうな。ないな。本当にこれ死んだ時の絶望感果てしない。さあ、オートマティックアーム。これは P90 に使える。ね、このフィールドは結構ね、走るとお腹の減りがね、割と多いので。あんまりガサガサ言うんじゃない。魚もゲット。ねえよ。とりあえずね、食材大事よ、食材は。鉄の剣、こう。装備は問題。おお、なんかあるんじゃないか、これは。どう思う？ない。おてれれれ、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 てれれれ。いやー、わかんないけど、俺はこのゲーム何もわかんないけど、当たりじゃないってことはわかる。当たりじゃないってことね。わかると思うんですよ。わかんない。他のとこにまだある。まだ他のとこに何かね。
のぞみが。まあ、あら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 。こっちでね。おー。こういうのは下から、下から行ってみるんです、こういうのは。はい、あ、なんでもなかった。上。行こう。ちょっとお酒来てるんじゃない？そうか、ちょっとコンパスをね、しっかり見ながらの。じゃあ上行こう。あれ？ここさっき来たね。方向音痴だね、これは。あれ？なんでアイテムが落ちてんだ？上の上を入れてたから。大丈夫？敵いたら俺も即海に飛び込むよ。それで言う気球を使え、気球を。いや、気球これどうやって使うんだろう。ちょっとアイテムが結構待ってる。さあ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 。ちょっと空き缶はマジいらねえ。こう。さあ、こちらには MP5 だね、あんま強く。さあ、ピストルアーモンももうそんなにいらないんだけどな。もうやばいな、ピストルアーモン。117発もあるな。P90 持ってる。いや、AK がね、ぜひとも欲しいところなんですが、コンパス持ってる。あ、ラグか、ラグか、びっくりした。え、コンパス止まると敵がいると思うでしょ。いや、なんかありぞ。おーい。おーい。いいね。ガイモン。あ、ガイモン。おぉ。これ、トラップじゃない？大丈夫？ほっ！まあ、ここはまだね、まあ、まだここはね、上昇。え、その辺にある。その辺になんかある。上昇で、全部の。絶対何かあるような気がするんですよ。するんですよ。するんですよ。ねえ。とりあえず周りのアイテムを払拭しつつの、あ、もう持てない。食材ももう持てない。なんか捨てるか、そろそろ。気球はとりあえず持っとく。ウォーターボトルはもういらないと。ん？あれ？あ、なんでもなかったのか、これは。嘘だ。なんかもうちょっとなんかないのかね、こう。いや、ありそうだよ。じゃあ、ある。なんかこんなの終わるか？今のこれ、山か？これ、今のが。こんなんで終わるかみたいな。違うだろ。違うか。ちょっとなんか探そうです。食材。弓はね、弓はそんなにね、さて、ないのかもな、まさか。まだあるでしょう。まだなんかあるでしょう。おい、行け。本当、全然登れない。これ以上は、ここは登れないみたいな。向こう、向こう。向こうのとこ行ってないでしょ、多分。向こうのとこ登れるのかね、まず。登れそうか。なんか、とりあえずもう少しでチェストリセットが。何もない。とりあえずチェストリセットされて、もしかしたら、あそこが最もレアなゾーンかもしれないので、もう一度中身を確認しに行こう。まずは、あそこをね、また。とりあえずはね、もう一回、結構、いいものがありそうですよ、みたいな感じがある。もうオーラ出てる。はっ！おー。普通すげえ普通。ただ、でかいだけだね。とりあえずもう一回上のとこ行ったらまた海に飛び込もう。もう走っちゃえ。よっと。あれちょっと。間違った。あ、敵がいる。ほんとだ。うん。あ、ラグでした。ラグでした。はい、なんもない。いねえじゃねえかよ、ここは。なんもないね。とりあえず、ぼちぼちアイテムが手に入ったということで、よしとしようということで。あ、もう新規の部分寝ないか。いや、ベッドはあるけどね、寝れないの、この世界。じゃあ、とりあえず、ボートで、また行きましょう。よっと。
うぃこの場所あった。これ側面でしょ。うん、あなんだこれ。なんかありそうじゃん。ちなみにガラスは割ることができます。なんか入れん。いや、ほんとなんかありそうなんだけど、ゾンビがいると。なんかだけどなんもない。ここも同じでしょ。あ、お？お？お？ちなみにこのね、血はね、このゲーム、多分ね、まあ予想だけど、このゲームの中でね、フレンド交換かなんかができてね、それの仲間に使うと体力の回復をさせることができるというアイテムでございます。さあ、もう一回行こう。とう。おう。真っ暗。よ。さてさて。てててて。てててれー。あれ船や。あれ地図あった。さあではもう一回、この、マグマグしたとこ、マグ、マグマグマのところに向かうので、それではカットで。やれ、んあれ入りたくなっちゃった。どうする徘徊家か。この辺、地図。地図今まだ、船動かして間もないけど。なんかありそうだな。なんかありそうだな。じゃあちょっとマグマの方行くのは次回にして、ちょっとこの辺散策しますから。領域の見るのが早い。はい、船を消失しましたということで。あ、あれ、あれ。あれ？はい、はい、マラソンで行こう。でもね、もうカットしなきゃね。超カットしなきゃ、ね。超カットする？じゃあ超カット。お？さあ。あれか。あれです。さあ、着きました。船を途中ね、自ら捨ててしまうという暴挙に至ったけど。おー、マグマ。ここに来てね。はい。ここに来てね。前はね、死んでしまったと。プレイはとりあえず今こんぐらいいると。どうする？コンパスがもしも止まったらさ、うん、ダイヤモンドの装備をしている敵がいる可能性は大いにあるけど、どうしたらいいと思う？戦う。逃げるという選択肢はない。戦う。でも逃げてもいいよ、お前が。逃げたいなら。とりあえずね、食材をこっちに切る。行くぜ、おい。おお。でね、向こうの方にね、ちょっとね、なんか、プラントみたいな建物があるんですよ。うん、そこのね、そこにはまだ、そこ自体は特にレアなアイテムがあるわけじゃないんだけど、うん、そこの奥の洞窟みたいなところに、うん、いいものがあるくさい。洞窟行けよ、洞窟。行くよ。いや、とりあえず慎重に行きたいんですよ。いや、誰もいないことを願いたい。コンパスってさ、どの辺に敵いる、どの辺の範囲まで敵いることを教えてくれるの？ほんとね、あの、マインクラフトってさ、うん、プレイヤーが近くにいるとさ、変わらん？いるな、絶対人。だけど、向こうに伸びてる。ああ、どうする、うん、だってさ、アイテムがこの辺に捨てられてるってことはさ、まだ、ほら、誰かいるでしょ。死んだんじゃない？ここに行きなさい。いて！うわー、びっくりした。死んだのか、これ。絶対何か捨てたんじゃないか、これは。あそこ行ってんのにもめっちゃ固まってなかった。気のせいかもしんない。俺の言葉は信用しないで。はい。おっと、ちょっと、違うでしょ。まだ奥にある。
あの植木屋もいるよ。今思ってる心境を語るとね、外人が少ない時間帯で出直して。それもう遅い。さあ、もう行くしかねえ。今夜か。一番みんなやってる時間じゃ？いて。ああ。向こうの方にあるんですよ。洞窟は。とりあえずコンパスに目を光らせます。アサシンみたいなのない。そんなのないです。ね、前回空港で死んでしまったけど、俺立ち直ったんだ。立ち直ってまた再びこんだけ装備を固めたのだ。痛い。ちょっと。痛い。しまった。足壊した。まだコンパスはまだ正常状態。もうチェストある？もうアイテム全開です。諦めはいらない。スナイパーウルフだ。死なないかな。あれですよ。あの辺から敵が出てきたんですよ。さあ、コンパスは正常を極めている。静寂を極めている。性能を極めている。さあ、まだクリア。さあ、とりあえずここのアイテムを物色。はい、パス。うん。お、スクーバーヘルメットゲット。これはね、頭につけるとね、海をどこまででも潜っていける。うん、さあ、ボート持って。大丈夫か。よし。ボートを持って。あー、いる。どうする？ポンポンだね。どこ向けるの？いや、とりあえず、コンパスの赤の ここに、いるんですよ。わかる。あれだ。あれだ。こっち、燃えてきてる。やべ。あっということで、今回は、同じ装備のやつにやられたということで。えぇ、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。また船のとこに行ってやるぞ、俺は。はい、次回に続きます。なんだと。マジか。